Go メジャーリーグ Baseball カジヘロ。どうも、ゴーです。いつも見てくださりありがとうございます。今日もよろしくお願いします。まずね、今日もね、一生懸命やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。私はね、今、千葉県の勝浦市というところにおります。でここ勝浦市は60年ぐらいかな、猛暑日になってないらしい、要は35度以上になっていないらしいんですね。それぐらい東京から近い避暑地で、でしかも綺麗な海があったりとかするので、いい場所ですね。まあそういったね、世間話からね、今日は入っていきたいと思います。改めてよろしくお願いします。はい、まず簡単に自分の、自己紹介をねさせていただきます。僕は元ねメジャーリーグスカウトマン、フロリダマーリンズという球団とモントリオールエクスポスという球団、2球団で6年間スカウトやっておりました。でその前にアメリカの独立リーグで選手として2シーズンプレーしておりました。でそのような自分がねさせていただいた経験、まあアメリカで学んだこと、実際目で見たことで、あとはいろんな方からね教えていただいたこと、そういったね自分自身でまあアメリカ時代に経験したことですとか、まあ実際にメジャーリーグの球団職員をしている間にグランドに出て選手たちと話をしてだったり、まあ僕以外のね様々なスカウトの方々だったりに教えていただいたですね、野球選手になるためのこういうところを見てるんだよっていうのをまあ皆さんにねお伝えしていきたいと思っております。まあプロ野球選手を目指す少年少女だったり、それをサポートする親御さん、または一生懸命ねそういった選手たちを作るために日々努力されてる指導者の方々、そういった方々により有益な情報をねお伝えして、まあみんなが夢見ているプロ野球選手になりたい、でその夢のサポートするみんなだったりを応援するね形でやらせていただければと思っております。よろしくお願いします。そういったことを毎度一生懸命ねお伝えしているので、気になった方はねぜひチャンネル登録をねしていただければと思います。今日のね内容なんですけど、プロ野球選手になるための秘訣、これ知りたいですね。このプロ野球選手になるための秘訣は、実はね人間関係で結構嫌われるあの行為が役に立ちますというお話なんですね。でそれがどういったことかと言いますと、もう質問しまくっちゃいましょう、まねっこしまくっちゃいましょう、そういったお話なんです。もう本当にこの、まあ、質問マシーンだったりまねっこマシーンになっちゃいましょうっていう話なんですけど、もう本当これ例えば、まあ、勉強でもそうだし、スポーツもちろんそうですよね。野球以外のスポーツももちろんそう、あとは、まあ、お仕事なんかでも多分そうですね。まあ、筋トレなんかでもずっと長くやってたりとか上手になってる人たちっていうのは、その上手になるためのコツを知ってるんですね。でそのコツを知ってるからこそどんどん上達するし、そのコツを知らない、まあ、始めたばっかりっていうのはなかなかね上手にならない。でそのためにはどうしたらいいかっていうことを考えたらね、どの分野でも同じだと思うんですけど、そのあたりをねぜひ皆さんね考えていただきたいなということなんです。でそのコツを知って日々努力をするのと、そう知らないで日々努力をするんであれば、もう明らかにね上達するスピードも変わってきますよね。はい、じゃあ、まあ、質問マシーン、まねっこマシーンになるときに、ただ闇雲に質問をするっていうことが、まあ先ほども言った通り結構しつこく質問したりとか、なんかまねっこしたりするのってちょっと嫌われちゃったりするんですよね。でそうならないために、上手に質問する、上手に真似をする、そのコツをねお伝えしていきたいなと思ってます。っていうのはですね、まあ先ほども言ったんですけど、僕自身まあアメリカの独立リーグでプレーをしてました。独立リーグでプレーするためにはまず、まあ、トライアウトというのを受けまして、でそのトライアウトで合格して、その後またそのチームが最終的に選手を取るためのスプリングトレーニングに参加して、それに、クリアしたものが、まあ、選手として登録プレイヤーになれるということなんですけど、で僕は実は高校時代ラグビーやってました。で大学時代はアメリカンフットボールをやってました。なので野球歴は中学校3年生小中、軟式野球やって、高校本当にもうほんちょびっと、もう高級ちょびっと握ったぐらいの野球経験しかありませんでした。なのでもう野球の、まあ、経験値だったりとか実力っていうのははっきり言ってなかったんですね。アメリカ行った時も、自分が選手としてアメリカに行きたいと思って、まあ、ベースボールアカデミーの方に行った時にも、はっきり言って、そんな、まあ、高校も大学も野球やってなかったぐらいの実力、皆さん、まあ、わかると思います。どれぐらいのね、あれかっていうのは。で、それがどうやって、その、まあ、行ったのが大体3ヶ月ぐらいかな。3ヶ月ぐらいの間に、しっかり結果を出して、独立リーグに合格するんですけど、そのためのコツっていうのはね、また改めてそのトライアウトに受かる方法っていうのは別の動画でお伝えしていきたいなと思うんですけど、まあその上達するためにどうしたかっていうのは、まあアメリカもそう、まあ日本だとこの練習しなさいって言って、足りないところがあると、お前こうだぞああだぞとか、手がこうなってるぞとか、もっとこうした方がいいぞっていうことを積極的にね教えてもらえると思うんですけど、僕が行ったアカデミーでは毎日ね野球の練習するんですけど、いるだけだと毎日ただ野球してそのまま終わっちゃいます。はいバッティングします、はいノックします、
します、はい、ベースランニングしますみたいな感じでやるんですけど、もうただ単にね、毎日がどん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 何もしないで終わっちゃうんですよ。でその時に自分はやっぱり野球経験が少なかったので、でしかもその、まあ、短い期間の中でテストに合格したい、でその合格しなければね、俺はプロ野球選手になるんだなんて周りのみんなにも言って、まあ渡米したわけですよ。で何もないで、いやパダメでしたって言って帰るのもちょっと、まあ、情けないというか、なんとかね結果を出したいなと思って取り組んでいたので、とにかく上手になりたかったんです。でこれ何にもしないでただ練習に参加して、はい1日終わり、あの練習に参加してはい終わりじゃなれないじゃんと思って、でそこでその当時のアカデミーのコーチにとにかく毎日質問に行って、自分のどこが足りないかとか、そういったことをね聞いたりですね。でそう、その聞くのにまずは自分自身がどうなりたいかっていうのをしっかり相手に伝えてですね、そのために今足りないのはこの部分なんだけど、どうしたら上手になる、どこに気をつけてったら上手になるか、そういった質問の仕方をするように気をつけてた。ただ単に質問しても、もう100わかんないから100教えてくださいって言っても向こうも100教えられるわけない、そういうのがあったんで、まずは自分この1、2はわかると、そしてそこ3、4に行くためにはどうしたらいいんだろう、1、2はわかってんだけどこの3、4がわかんないんだよね、だから教えてほしいっていう質問をすると、あ、3、4にするためにはこうしたらいいと思うよ、で3、4がこうしたら5、6見えてくるから、こうその5、6につなげるためにこうした方がいいよとか、そういったね教え方をしてくれるようになるんですよね。ただ単に、うん、0から1にしたいんだけどっていうのはちょっと違うなと、まず自分が一生懸命取り組んで1、2までは分かりました、その先を教えてくださいっていう質問の仕方をするようにしてたんですね。でその結果やっぱりどんどんね上達する時間も早かったし、無事に自分がそのトライアウトに合格して、キャンプも無事に、合格して選手になるということなんですね。例えばね、あとあったのは、まあ、メジャーリーグだったりとかマイナーリーグの選手がシーズンオフにその、僕がいた野球アカデミーの方に練習しに来るんです。でその時に大体みんなねやっぱ選手その有名人がいたりすると嬉しいから一緒に写真撮ってもらったりとか、まあ、サインくださいってねお願いしに行ったりとか、まあ、記念としてねすることが多いと思うんですけど、確かにね、それもすごい、まあ、自分の人生の中で記念になってねいいと思うんですけど、その時僕が思ったのはこんなチャンスはないなと、もう写真撮ってサインもらって後でああよかったなと思うのもいいけど、いやいやこれはチャンスだと、もう徹底的にですね質問攻撃です。それこそだったらすごいから、自分が見た中でもこんなすごい人いるんだっていうくらいすごい人なんで、もうずーっと練習してバッティング練習してるのずーっと見て、もうまあねこの感じかな、もう極端な話これこんな口笛ね、普通はねこうやるところをこういう感じもね、しばらくやってないからちょっと下手なんですけど、こういうね口笛まで真似ちゃいました。はい、これ野球に意味あんのか、意味ないんですけど、もうそれぐらい上手い選手がやってることをとにかく真似ちゃいました。そう、それぐらいなんか積極的にやることってすごく大事だなと思ってまして、口笛もね自分の中ではね大切なその思い出、いい思い出ですね。上手になるためのこれはね、その選手がやってる体の形真似したりとか行動までちょっと真似ちゃったりしてね、でもそれは自分が野球やるための一生懸命なんだっていうのが嫌われないようにするためにも相手に伝わるような質問の仕方だったり真似の仕方だったりをしてたと思います。それでね質問したり真似したりすることで本当にまずそのいつもお話しさせていただいている根本は自分がどうなりこうなりたいんだけどっていうのを自分とその教えてもらう相手にしっかりねそこ共有まずはすることがすごく大事です。自分がこうなりたいんだ、ああなりたいんだ、で今はここまでしてるんだけどこの先ができないのか、その辺のね自分の関わり合い方、その質問するにしても真似をするにしてもまずは自分自身を知って、そしてその自分自身がどうなりたいっていうゴールをねしっかり持った上で、まあ野球だったりとか日々の生活に取り組むことでそこのゴールに近づいていけるということになりますので、その辺はねもう自分自身が野球選手になりたいんだ、でプロ野球選手になるためにこうするんだっていうことをまずはしっかり描くこと、その描けたことを日々努力していく、その中でわからないことをそれができる人たちに質問していく、そしてそのできる人たちの真似をして、その素晴らしいところをリスペクトしながら真似をする、小バカにするような真似をしたりですとかね、そういうことではないということですね。その実力を上げるためにはということになっていきますので、ちょっとその辺はね気をつけながらしっかりと取り組んでいただければなと思います。まあ、今日はねプロ野球選手になるために、まあ実は嫌われる行為、真似をしたりですとか、もう質問しまくったりですとか、普段だったらその嫌われてしまう
まうような行動をもね、自分の力にしてプロ野球選手になろうと。で、そのためにはどうやったら嫌われずにね、そういったことができるかっていうこともちょっとお話しさせていただきました。こんなお話なんですけど、参考になったという方はぜひいいねボタンを押していただきたいと思います。そして最近ちょっとね、寂しくなってるコメントの方をどしどしいただけると嬉しいです。まあ、こんなことやってほしいとかね、この動画はこうだったよとか、なんかそういったアドバイスでもね、ぜひいただければと思います。本当にね、一生懸命やるので、ぜひ皆さんとね、つながっていけたらと思っておりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。では皆さん、ベースボールカジュエロゴーでした。ありがとうございます。